世界中見てそれでこのママが良かったから選んだの寂しそうだったから僕が言ったら寂しくなくなるかなと思ったから私がでで、でで産産んんん反対をしきって産んでいるんですね。私みたいな人間が育てていいのかなってでママを選んできたんだよって産んでくれてありがとうって言ってくれたんで。 全てをさらけ出して育児しようっていうようなあの気持ちになってとても癒されましたね。